りですか？当たりです。やったー。あ、でもこれってソウルしかないですよ。そうなんです。違う時に使わなきゃいけない。そういうことですね。ありがとうございます。せーの、ムニッとマチッとユミマロです。おはようございます。今日はスタバの新作日です。イエーイ。キョバちゃんと録画ボタン押してます。今日発売いたしましたサンタブーツチョコレートフラペチーノです。サンタさんのブーツをねイメージしているそうな、こんな感じ。そんでね、じゃじゃん、食べれるストローがついてきました。このクッキーを刺して飲むそうです。カップ取ってブス。うわ、かわいい。クリスマスや、かわいい。はい、それでは早速いただきます。これでまず飲んでみます。うん、普通に飲めるわ。ダークモカチップ、ん、ダークチョコモカチップフラペチーノみたいな感じだな、感じだ。チョコチップが入ってますね、中に。おいしい。で、これね、この上に赤いのが乗ってるんだけど、これはね、なんかチョコレートパフみたいな感じらしいです。おいしい。で、ちょっとね、沈んじゃったんだけど、これね、ポテチが入ってるの。これ、わかる？わからない。黄色いのがあって、これがね、ポテトチップスなんだって。一緒に食べると甘じょっぱい感じだね。スプーンもらってこればよかった。お、かわいい。雪だるま。かわいい。うん、うん、うま。ポテチうま。ポテチめっちゃおいしい。混ぜ混ぜします。あ、初めて見た方、こんにちは。私くしですね。こう見えて、非甘党でして、甘いのは好きなんだけど、結構甘いのはちょっと苦手なんですけど、なんか思ってたより、なんかこれいつも言ってるかもしれないけど、思ってたより甘すぎない。このチョコチップがさ、ちょっとこう、いいよね。食感がなんか。うん、ま、このクッキーはそんなに味はあんまりない。おいしい。あ、こうやってつけて食べるんだ。なるほど。うまっ。あの、ストロー用に作る、あ、ポテチ。ストロー用に作られてるから結構、あの、しっかりしたタイプのクッキーです。うまい。うん。これちゃんと普通のストローももらってきたので。あと今回もね、飲み物しかで新発売してないんだけど、こないだ売り切れてたサラダラップのツナエッグを買ってきました。こんな感じ。ツナと卵とレタスが入ってますね。人参も入ってる。パプリカも入ってます。いただきます。うん。うんうん。うまっ。卵は、ゆで卵こうやって潰してマヨネーズで和えましたみたいなやつじゃなくて、あの、冷やし中華とかの上に乗ってる感じの卵。錦糸卵みたいな感じになってますね。美味しい。うん。味は、なんだろう。なんかマヨネーズみたいな。味は結構あっさりしてて、すごい食べやすい。なんかね、ポテトサラダみたいな、じゃがいもも入ってて、ポテトサラダみたいな感じで、美味しい。はい、今日はサンタブーツチョコレートフラペチーノとツナエッグサラダラップを食べました。このフラペチーノはね、もうほんとダークモカチップ、ダークチョコもなんかいろいろこうトッピングを加えた感じの、あとねチョコソースも入ってるので、結構ここがねちょっと甘いんだけど、まあ、
チョコって感じの飲み物です。でもね、この個人的にこのさ、ポテチがすごいいい役割を果たしていて、なんか私結構こうフラペチーノとかもザクザクしてるのがすごい好きなんだけど、だから待って、このチョコレートチップも飲んでるとすごいザクザク、ザクザクっていうか、なんかつぶつぶしてて美味しいし、ストローでね、この細切りのポテチもう一緒に入ってきてくれるから、なんかチョコとポテチの組み合わせが好きな方はね、これポテチ、これをね一緒に飲むと、ポテチにチョコがコーティングしてあるみたいなポテチの味がして、めっちゃ美味しい。非甘党な私でもね、すごい飲みやすい一品です。このポテチがなかったら結構甘々だけど、このポテチがあることによってね、塩味と甘みをこうガッチャンコしてて、めっちゃいい感じです。サラダラップもすごい結構あっさりめな味で、朝ごはんとかに向いてそう。あとお昼ご飯とかにもちょっと食べたいなみたいな感じで、さっぱり食べれるタイプのサラダラップですので、ぜひみんなも食べてみてください。今日も見てくれてありがとうございました。この動画が少しでもいいと思ったら、高評価とチャンネル登録お願いします。それでは、むにっともちっとゆみまろでした。見てくれてありがとうございました。ほいっ。